皆さんこんにちは、大瀬です。今回は3月の30日と31日に行われます B リーグ第29節琉球ゴールデンキングス対茨城ロボッツの見どころを紹介していきたいと思います。今回の対戦相手が東地区の下位チームでございます茨城ロボッツとなります。本来の勝率で見ましたら、琉球ゴールデンキングスが勝てると思いきやなんですけども、この茨城ロボッツで一番気をつけないといけないのは、残留がかかったチームの底力は侮れないでございます。この残留がかかったチームのなりふり構わずの姿勢というのは、このリーグ終盤においては怖いポイントでございまして、琉球のみならず他のチームも上位陣のチームがこの残留かかったチームに敗れるという前例は過去にございます。その最たる例が、今現在は B2 に降格はしてしまったんですけども、当時滋賀レイクスターズが西地区の上位に勝利したり、東地区の上位に勝利したりなど、これアップセットが、これ繰り広げられたのが、これまた終盤の面白いポイントでございまして、面白いポイントなんですけども、琉球としてはそれ負けていい理由にはなりませんので、当然、この下位チームであっても、決して油断はしてはいけないというのが第一でございます。それでは今回も試合の見どころを紹介していきたいと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今回の相手、茨城ロボッツ、一番気をつけないといけないのは、外国籍選手がいるインサイド陣でございます。茨城ロボッツとしては、この外国籍選手が何人か変わってる状況でございまして、今現時点をもって、得点源となっているのが、この外国籍選手のポイントでございます。茨城ロボッツを B2 時代から支えています、チハーレス・タブスコット選手と、今シーズン途中から加入した2選手、ジョニー・オブライアント選手とルーク・メイ選手、この2選手が大きな得点源となっておりまして、この選手たちの得点を、これ琉球としてはディフェンス守れるかどうかが一つのポイントになってきます。まずは、この外国籍選手のインサイド陣、現時点で一番スコアを稼いでいるのはルーク・メイ選手でございます。ルーク・メイ選手が3番、4番ポジション、これできる選手でございますので、そこのマッチアップで言ったら、ダーラム選手がつく可能性っていうのがございます。ダーラム選手がこのルーク・メイ選手の得点を抑えることになりましたら、琉球としてもディフェンスさらに力を発揮することができまして、タプスコット選手に対しては逆にクーリー選手がついてもいいかなと思います。クーリー選手であれば、このタプスコット選手との身長のミスマッチをつけることになりますので、クーリー選手がゴリゴリのフィジカルで攻め立てて、前の試合でもこのクーリー選手のフィジカルを駆使したリバウンド、これセカンドチャンスポイントが生まれた結果により、この長崎ベルカのディフェンスを崩すことができましたので、茨城ロボッツのこれディフェンス崩すためにも、ジャック・クーリー選手のリバウンドというのは効果的だと思います。で、スタメンで登場するのが、ジャック・クーリー選手と、同じ身長ぐらいのジョニー・オブライアント選手なんですけども、この選手が、リバウンド、またシュートも、インサイド、アウトサイド、両方ともいける選手でございまして、最初のマッチアップでは、クーリー選手がつくとも思いますので、臨機応変に、琉球としては対応してほしいところでありますし、ルーク・メイ選手に関しては、ダーラム選手がマッチアップするのが、的確だと個人的には思います。そして、この外国籍選手のポイントで言ったら、3番ポジションでも活躍できる、トーマス・ケネディ選手。こちらの選手も、スコアラーとして活躍できる選手なんですけども、今回は、これ 3×3 の、これ代表の活動として、この試合は欠場が見込まれますので、琉球としては そこはチャンスだなと思います。この3人の外国籍選手の得点を抑えることで、琉球ゴールデンキングスとしては、これディフェンス面、アドバンテージをこれ茨城ロボッツ相手に取れるのかなと思います。で、話は少し戻りまして、タプスコット選手は、これまたスコアラーとして活躍できる素質も持ってる選手でございまして、B2 でもこれ得点王にも輝いた選手で、茨城ロボッツのスコアラーとして時に大爆発する時がございます。今現時点ではこれルーク・メイ選手の活躍が顕著には目立っているんですけども、茨城ロボッツを支えた外国籍選手がタプスコット選手でございますので、タプスコット選手のシュートレンジの広さというのは、これ茨城ロボッツの一つの魅力のポイントでございますので、そこをクーリー選手、また控えて登場しますカーク選手がこれ潰すことが、琉球としても一つ面白いポイントになってきますので、スピードのミスマッチに気をつけつつ、
これ3ポイントを打たせないことが個人的にはこのインサイド陣重要なポイントになってきます。茨城ロボッツの外国籍選手は3ポイント打てる選手たちでございますので、まあ、そこは琉球の外国籍選手プラス渡辺飛雄選手が厳しくチェックいくこと、これは琉球ゴールデンキングスとしては必要なディフェンスの一つの要素になってきます。続きましてこれウィングのポイントなんですけども、ウィングのポイントで言いましたら茨城ロボッツは日本人選手がここぞという時に入れるというのが、まあ、茨城ロボッツの特徴であり、茨城ロボッツがアップセットを、これ繰り広げるのに必要不可欠なポイントが茨城ロボッツには存在します。特にこれ牧選手の後輩でもあります山口選手、山口選手がその茨城ロボッツ中から外からでも、まあ、攻めれる選手となっておりまして、まあ、鋭いカットインはもちろん、このシュートレンジ広いアウトサイドシュートが勢いつかせる一つの要因となっていますので、まあ、そこのマッチアップで、まあ、先輩後輩対決牧選手がついてもいいですし、手堅いディフェンスで松脇選手がついても一つ面白いポイントに、まあ、なるのかなと個人的には思います。またこれスタートで登場します、まあ、中村選手もこれハンドラーとして活躍しつつ自らシューターとして活躍できる、これまたマルチな選手となっておりますので、まあ、そこのポイントで、まあ、スタートで登場予想されます、まあ、小野寺選手がハードワークディフェンスでつくのもいいですし、また後で言います岸本選手がこれまた同じくハードワークディフェンスで抑えることが大切になってきますので、まあ、ハンドラーとして活躍できる、まあ、ウィングの選手たち、これが茨城ロボッツの活躍となりますので、まあ、そこを抑えたいポイントと、まあ、あとは琉球ファンブースターとして見たいところは、まあ、松本玲太選手の活躍、これはまた複雑なポイントになってくるんですけども、まあ、今シーズンから移籍しまして、シューターとディフェンスで活躍している松本玲太選手がこの茨城ロボッツで琉球所属の時よりシュートのアテンプト数だったり、まあ、試合出場時間は伸ばしている最中でございますので、ここは松本玲太選手が、まあ、かつて活躍した、沖縄アリーナの地になってきますので、まあ、松本玲太選手の活躍が見たい一方、当然松本玲太選手が登場してきた時には、まあ、琉球ゴールデンキングスのハードワークディフェンスで出迎えて、これ松本玲太選手の、まあ、活躍を抑えるというのも、これまた琉球ゴールデンキングスにも、まあ、やってほしい、まあ、ディフェンスのポイントになってきます。最後ガードのポイントになるんですけども、このガードのポイントでは一番長く出場するのがキャプテンであり茨城ロボッツを支えている精神的支柱の一人であります平尾選手でございます。平尾選手がこれゲームコントロール並びにスリーポイントシューターとしてもこれ活躍できる選手でございまして、まあ、B2 時代でもこれスリーポイント積極的にアテンプト数上げて、かつ成功率もこれ高い選手、そして今岸本選手とバチバチに争っているのがフリースローの成功率でございます。この平尾選手が現在フリースローの確率ナンバーワンとなっている選手でございまして、その2つ後ろにいるのが岸本選手となっています。この平尾選手に関してはファールドローンを与えてはいけないというのが琉球ゴールデンキングス気をつけないといけないポイントになります。今シーズンフリースローの確率は9割を超えている存在でございまして、平尾選手にフリースローを打たせたらほぼ入ると見込んでも間違いございません。まあ、テクニカルファールなどそういうイレギュラーなファールが起こった時にはこの平尾選手がほとんど打つと思いますので、まあ、琉球としてはこの不用意なファールを平尾選手に与えない、まあ、ディフェンスをしないといけないという少し難しいディフェンスを岸本選手、小野寺選手に要求が下りますので、まあ、岸本選手、小野寺選手のこれまた最近言いましたハードワークディフェンス、ガード選手に対するハードワークディフェンスで一つ抑えれるかどうかになってきます。そして個人的にはこれ見たいポイント、面白くなるポイントが牧選手、松脇選手、荒川選手、この3人の同級生トリオのゾーンプレスでございます。この3選手がトライアングルを組んでのゾーンプレスというのが前の試合長崎ウェルカ戦では相手ターンオーバー誘発するポイントになってきましたので、この茨城ロボッツが負けるポイントとしてはターンオーバー誘発からの大量失点、今回はここを狙うべく琉球としては攻めるディフェンスをすることが大切になってきます。まあ、茨城ロボッツもこれ、強豪チームに勝った、もしくは強豪チームと大接戦を繰り広げるほどの、まあ、力を持っているチームでございますので、あわや
これ東地区の1位2位のチームに勝つという、場面も何度もございまして、まあ、茨城ロボッツとしては強力なオフェンスが噛み合った時はもう100点ゲームを容易に超えるオフェンス力を発揮しますので、まあ、琉球としては茨城ロボッツの得点を抑えることを第一に行ってプレッシャーをかけてダブルチームで相手のターンオーバー誘発させることが、まあ、琉球ゴールデンキングスディフェンスでリズム取るための、まあ、第一歩になるのかなと思います。このオールコートでディフェンス琉球ゴールデンキングスがついた時、個人的には一番心躍るワクワクするシチュエーションが、先ほど申し上げました牧選手、松脇選手、そして荒川選手、この3選手のプレスが個人的には一番セカンドユニット並びに琉球ゴールデンキングスで勢いが最もあるポイントだと思いますので、まあ、最初に登場します岸本選手、小野寺選手、今村選手のみならずセカンドユニットで登場する牧選手、松脇選手、荒川選手、この3選手のゾーンプレスというにも一つ茨城ロボッツに食らわせたいポイントになってきます。チャンネル登録お願いします。この残留がかかったチームの、まあ、勢いというのは本当に、まあ、最初に申し上げました、何が起こるか分かりません。琉球としては思わぬしっぺ返しを食らうという場面もございますし、昨シーズンではこれ残留争いとかはなかったんですけども、茨城ロボッツに大接戦繰り広げる展開になってしまいまして、最後の残り7秒でダーラム選手がセットプレーでレイアップを入れて延長戦にもつれ込んで延長戦勝利という琉球の逆転劇があったんですけども、逆に言いましたらその琉球を追い詰めるほどの力っていうのは茨城ロボッツは持っています。決して勝率だけで見るのではなく、茨城ロボッツの一人一人の選手の潜在能力を把握し、そこを封じ込めて茨城ロボッツにこの月末琉球ゴールデンキングスが勝利してほしいところでございます。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。